こんにちは、ハレです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。本日の動画は皆さんからいただいた質問をもとに、私が女子目線で脈ありか脈なしかを判定していこうと思います。前回多分去年の夏とか秋ぐらいに一度やったことがあったんですけど、それからちょっとねやっていなかったので、もしも興味があれば見てみてください。ちょっと最近私のチャンネルがバイ&チャンネルなのかハレチャンネルなのか質問いただくことがあったりとか、あと私一本の動画出したらだいたい50人か100人ぐらいはチャンネル登録者数増えるんですけど、ハレチャンネルにしてから今ふつふつと影響が出てきておりまして、こいつはバイ&なのか分かんないから登録解除しようみたいな人が出てきてるんですよね。なので1本の動画ではチャンネル登録者数が上がってるのに、全体の登録者は減ってるっていう、そういう状況に陥っているので、同じ人が同じことをやってるだけで、バイアンドって名前を晴れに改名しただけなので、ちょっとそこだけもしもはみたいな風に思ってた人がいたら、登録はそのままにしていただけたらありがたいです。また新しいチャンネル登録してくださる方ももちろん大歓迎でございますので、よろしくお願いします。ということで早速、大学卒業後もご飯行ったりカフェ行ったりするけど、恋愛の話をお互いしない状況、これはどちらかというと脈なしなんじゃないでしょうか。恋愛の話を全くしないのに人とカフェ行ったりとかご飯行ったりっていうのを継続している理由って、マジで友達だからの方が可能性高いと思います。本当にその話しやすい楽しい関係になっているっていう状態で居心地いいと思われてるからなのかもしれない。なので逆を言うと、これはあなたからアピールをしたらちょっといける可能性もあるので頑張ってみてください。次、好きって言ってくれるけどそれだけの人、これ意外と脈ありですね。好きって言うだけ言ったら相手が意識してくれるっていうのがもうこっちは分かってるんで、もうそれだけ言って好き逃げする乙女心がありきのちょっと好きアピールみたいなのはありますねっていう感じです。なのでちょっとアタックしてみてください。バレンタインで何チョコかわからないのもらうのは、過去一緒に買い物行ったことあるだけの人だとしたら脈なしです。本命の人と本命じゃない人のチョコってマジで分けるんですよね。なのでもうラッピングが超丁寧かとか、100均とか行ってみてください。100均とかで1つ1箱100円するようなちゃんとした箱のものとかが売られてて、そういうレベルのものをタコでもらったりとかしたら、もうこれ確実に本命に近いと思います。なんですけど100均とかで20枚100円とかで売ってる安いラッピングのやつでラッピングされてるだけとかだったら、大量生産したっていうのがあるので多分そんないいものじゃないかもしれないですね。彼氏さんがいるけど宅飲み誘われた、かっこさすがに手は出さなかった、これはキープくんですね。そもそもなんですけど、彼氏がいるのに宅飲み誘われてる時点でなんか結構いい女の子ではないと思いますね。で自制するでしょ。そこのモラル感が欠けてるので、仮にこれなんか OK になって、結果的に相手が彼氏と別れて別の男の人にいたとしても同じことすると思うし、あんまり恋愛対象として見てもいい恋愛できないと勝手に私は思ってしまってます。結構こう女の人的に緩いと思うので、押したら生きるかもしれないです。同じサークルの後輩と初デート後、今度はみんなで行きましょうと言われた、これは脈なしですね。その場でなんかまたご飯行こうねみたいな感じで次に繋げようとしてきたな、この人みたいな風に思ったけど、でも正直ちょっと2人で行くのきついなって思ったから、ちょっと2人で行くって言えば、まあみんなで行った方が楽しいんじゃないかなと思って多分言ったっていう説の方が近いかもしれないですね。本当にただ思いつきで言ってるっていう可能性もあると思うんですけど、いやでもそうだな、脈なしだと思います。だって本当に好きだったらみんなで飲みに行きましょうって思いついても言わないと思うんで、脈なしのだと思います。 LINE とかで24時間経つか経たないかの返信が来る、まあこれは脈なしの可能性の方が高いですね。もしも最初から最後までずっと1日経つか経たないかで返信が来てるぐらいだったらまだ可能性ある。でもなんか喋ってくにつれてどんどん返信が遅れてるとかだったら優先とかどんどん下がってってるっていう証拠なんで、まあ確実に脈ありではないみたいな感じです。次、 LINE すぐ返ってくるけど通話とったキャン毎回絵文字も多めです、どっちが、わかんない、これって脈なしの方な気がしますね。この毎回っていうのがもうその1回とか2回をこれ毎回って書いてるんだったらそんなにこう気にしなくてもいいと思います。5回ぐらい言ってみてトータル全部ドタキャンだったらもう脈なしかも。 LINE で大好きと数回言われたことある、会ったことはないが親御さんに私の話をしている、すごくないですかこれそんなことある、親関係さんなんかちょっと気になりますね。何大好きって言ってるかによるんじゃないですか。何大好きのこの何が、例えば〇〇くん大好きってもうド直球で言ってるんだったら
ちょっとやっぱ本当に可能性あると思うんですけど、そうじゃなくて、例えば〇〇くんがこの間持ってたあのキーホルダー大好きとか、そういうちょっと結構遠回しなこと言ってたら、ちょっとこれは違うかもなって感じです。付き合ってないが婚姻届の種類や2人の生活について話す。あ、これ同じ質問者さんだったんですけど、さっきの話も踏まえても脈ありかもしれないですね。これでも脈ありっていうか、これちょっと本当に思わせぶりな、この可能性もなきにしもあらずって感じなんで、これちょっと女子あるあるなんですけど、なんか話を本当に盛り上げようと思ってこういうことまで平気で言っちゃう子って全然いるんですよね。そういうことを絶対しないって分かってるから同性の話するとか、そういうことしないって分かってるから、もしここは結婚したらさみたいなこと言う子結構いるし、なのでこういう男性でもしも共感できないんだったら、もしかするとこれ女子あるあるかもしれないです。夜中一緒にコンビニに盛りすぎキャンペーンの商品を流しに行くなんかすごい可愛らしいですね。その調子で頑張ってください。自分だけリツイートとか引用してくる、どうなんだろう。これは脈なしです。前に質問募集した時にもちょっと話したことがあるんですけど、 SNS 上での女の子側の反応って結構意味ないことのが多いんですよね。もしも SNS だけで脈アリ判定をするのであれば、個別でめっちゃ DM が来るとか、どちらかというとそのいいねとかリツイートとかには本当にいいと思ったものしかやってない可能性の方が高いんですよね。なので覗くとか連絡をしてくる、これ以外に関しては正直そんなに意味がないと思った方がいいと思います。それ以外で脈ありサインっぽいものがあるんだったら関連付けてもいいのかなと思うんですけど、はい、次。ご飯誘ったら海外渡航の予定あるから2ヶ月後になると言われた。これはもう本当にそのまんまの可能性が高いと思います。海外旅行終わってからもう一回誘ってみてどうなのかをちょっと判定してみたらいいと思います。酔って手をつないでくる、大好きと言ってくる。この酔ってる時の良くない、どちらかというと酔ってる時のそのことって相手言い逃れできちゃうんで、思わせぶりにしたとかでも言い逃れできちゃうんですよ。その酔ってて分かんなかったとか、そんな覚えてないとかって言えちゃうんで、この終わった後にその完全に相手の酔いが冷めた後の行動だけで判断した方がいいと思います。これだけでなら脈なしです。少なくとも2日に1回長電話、これは結構脈ありなんじゃないでしょうか。女子からして電話に時間を使うってなかなかドキドキすることなんですよね。連絡とかで LINE とかでやればいいことをわざわざ電話をするっていうのは、やっぱ相手の声が聞きたいとか、相手と話してるその時間が好きとか、そういうこう個人的な好きがいくつか重なってないと電話しようってならないので、なのでこれは全然脈ありの方だと思います。お互いパートナーいるけど私と付き合ったら〇〇だよ大丈夫ってめちゃくちゃ聞いてくる。いや、これはやっぱキープくんですね。ただちょっとこれは良くない、ちゃんと別れてからこういう話をした方がいいと思います。これ仮に本当に付き合っちゃったとしてもまた同じことをするでしょ誰かにって私は思っちゃうので、相手からすると今の彼氏と別れた後にもすぐ彼氏ができるようにっていうキープをしてる中の一人って感じだと思うので、本当にその子の彼氏になりたいんだったらアタックしてもいいと思うんですけど、今すぐなる必要がないのであれば、まあこの子はこういう子なんやなっていうふうに思うぐらいが私はちょうどいいと思います。電車で帰ってて一息で降りたから早いねって言われた。もうちょっと一緒にいたかったかみたいな感じか。あー、なるほど。この会話だけで判定するならもう脈なしですね。本当に早いと思ってるだけの可能性あるね。もうちょっと喋りたかった、もうちょっと一緒にいたかったは変わると思います。もうちょっと一緒にいたかっただったら脈ありかもしれない。テスト勉強一緒にしてくれるのは脈ありですか、電話で4時間ほど。まあ好きな人に好きな人誰と聞かれ、嘘をつくと後日本当にその人のことが好きか聞かれました。あ、これはちょっと脈ありの方に入ると思います。普通だったら気にならないんで。それか一個あるのが、女の子の友達にあなたの好きな人誰だろうみたいな探り入れてくんないみたいな風に聞かれてて聞いてきた可能性だけはあるかもしれない。そしたらマジで本当にその人なのみたいなので疑いかけてくる理由もわかる。ちょっとこれなんか個人的にちょっと名推理だと思っちゃったんですけど、いかがでしょうか。どちらにせよあなたのことを気になってる人が周りに誰かいるのかもしれないですね。参考にしてみてください。返信が1日近く空くこともあるけど僕から誘った2回目のデートに来てくれる予定の子、さっきの多分回答でも1個あったんですけど、 LINE の内容と実際にデートをするっていうその行動ベースだとどっちの方が、まあ、信用した方がいいですかってなったら絶対に行動ベースの方が信用した方がいいんですよね。なので LINE は結構開くけどなんやかんや2回目デート行ってくれるとか3回目デート行ってくれるとかそういう子があるんだったらデートを行ってくれたっていう事実を優先した方がいいです。だからこの話は脈ありだと思います。女上司の頭ポンポンは脈ありですか。
可愛い子と思ってるっていうのは多分ほぼほぼ事実だと思うので、どちらかというと脈ありの方なのではないでしょうか。あとはその人が、まあ、そういうのを他にやってるとかだったら、まあ、ちょっといろいろいる可愛い後輩の一人だと思うんですけど、この質問してくれた人にしか言ってないんだったら脈ありの方なんじゃないかと思います。よく行くスタバの店員さんが休憩中に隣に来てお話ししてくれた。すごいですね、それ。もう脈ありにしときましょう。結構その今後に期待ということで脈ありにしときます。次、体の関係は持ったけどセフレではなさそう。なぜセフレではなさそうと思った理由かにもよるけど、ちょっとこの文章見た感じだと脈なしの方かなと思います。これは多分、うん、もうワンナイトで終わらせようこの人はって思った可能性の方が高い。もしもワンナイトじゃなくてそれがきっかけで好きになったとかがあったとしたら、次いつ会えますかとかのそのアクションが絶対あると思います。なのでそうじゃないのであれば、本当にワンナイトとしてもう終わらせようみたいな風に思われてる可能性の方が高いかも。今の私は誰かと付き合うということを考えていないと言われた。そうなんですよね。これはもうちょっとごめんなさい、脈なしです。こういうのを言うのってちょっと端折ってるんですよね。今自分の周りにいる男の人で付き合おうと思える対象の人がいないって言ってるっていうことなんですよ。だからこれから別に出会いを探さないわけでもないし、別にそこを拒んでるわけでもないんですよ。ニュアンスだけ聞くと、まあ、例えば私は試験とか、まあ、勉強とか部活とか、まあ、バイトとか仕事とかそういうのに専念したいから私は誰とも付き合うことは考えてませんみたいなニュアンスもちょっと聞こえなくはないんですけど、今の自分の環境からするとそういうのは考える人いないよっていうことだけなんで、多分これからその人も何かまあ恋愛をすることが全然あると思いますし、いい人が現れたらこの考えはもうコロッと変わるので、申し訳ないけどそんなにあまり言ってこないでねみたいな風に多分遠回しに言ってるっていうだけなので、はい、これはちょっとそう思っていただけた方がいいかなと思います。ご飯に誘っていつでも来てくれるのはあり。この文章だけで言うと結構脈ありの方かもしれないんですけど、毎回おごってるとかだったら0円でご飯食べれるっていう認識になってる可能性もあるので、100発100中おごってるとかだったらなんか若干利用みたいな感じになってる可能性もある。ただ遠いところも絶対来てくれるとか、メイクちゃんとバッチリしておしゃれもしてきてくれるとか、そういうのがあるんだったらこれは多分脈ありの方だと思います。はい、ということで実はですね、まだ全然終わってないので、ちょっとこれは次回の後半に回したいと思います。ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。私はちょっとこの文章だけで結構判断してるっていうのがあるので、この送ってくれた人一人一人にその前後の関係性があるじゃないですか。どういう過程でこれに至ったのかっていうのもあると思うので、私のはあ、そういう考えでもあるね、確かにっていうのを思う一つのなんかこう参考にしてもらえた方がいいなと思いますし、でも一応私も根拠は伝えてるので、まあ、女子目線でそう思う人って確かに多いかもなっていう、まあ、いいこう助言みたいな感じで思っていただけたらいいかと思います。どちらにせよ皆さんの恋愛はすごくすごく応援してるので頑張ってください。はい、ということで今日の動画は以上になります。明日のあなたの一日が晴れになりますように。晴れでした。バイバーイ。後半も出すのでお待ちください。